神田がそこで回そう。
って言って、狭いに公開でやってたりしたいと。西尾はさ、はい、今考えた28日と29日のこっちの方がいいですね、やればいいというような話がちょっと聞こえておりますが、これについては集中的に、やる必要がありますので、継続的な審議の場を与党に求めたい。小口皆さん、はい、総理はですね、与党協議の結果に基づいて、まあ、必要と判断されれば法制の方向について閣議決定するとおっしゃってますので、私はまず与党協議しっかりやっていきたいと。また安全保障の問題ですから、やっぱり国民的な合意を作るという意味で、私はまあ国会の議論は大いに活発にやっていきたいと。志賀さん、最後になります。さまざまな議論があります。とりあえずの自民公明両党の協議というのはいつ頃までにまとめるお考えですか。これは議論を尽くした上で結論を出るまでやります。未経発射なんかしません。丁寧にやります。どんな反応が出ても答えられるようにしなければいけないし、国民の皆様の答えられるようにしなければいけないし、そこから先ということですね。シールを剥がします。これ溶けると厄介です。セルビアとボスニア・ヘルツェゴビナの北部では先週から続いた大雨で川が氾濫し、大規模な洪水が相次いでいます。セルビアの首都ベオグラード近郊ではおよそ2日間の雨量が平年の2ヶ月ぶりに達しました。これまでに少なくとも20人が死亡したほか、ナショナルインスト被害が相次いでいるほか、20万世帯が停電する